日本群馬県安中市安中安中は、群馬県安中市の地名。安中と安中1丁目から安中5丁目まである。郵便番号は379-0116。面積は7.04平方キロメートル薄い川と99川の合流地点であり、両側に挟まれた絶頂台一条に位置している。安中塾戦国時代頃から、ある地名である。江戸時代になると、 安中宿となり、安中藩だった。明治5年に宮廷を合併し、明治12年には、下野家尻村、谷津村、常木村を合併した。戦国時代に、安中忠政が、当地に築城する際に、自らの姓をとって、安中城としたのが、始まりと言われている。明治12年の合併以前から、安中宿、下野尻村、谷津村、常木村を、 安中と総称するようになっていた。2017年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。群馬県立安中総合学園高等学校私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。高等学校の群馬県立安中総合学園高等学校が町内になる。道庁に鉄道駅はない。国道は 国道18号安中バイパスが、県道は、群馬県道48号下2田安中倉淵線、群馬県道125号一本木平小井戸、安中線、群馬県道132号下里見安中線、群馬県道211号、安中春名子線、群馬県道212号安中富岡線、群馬県道214号,道21号磯部停車場、上野尻線が通っている。 新島上級宅、ありがとうございます。